さあこちらはアメリカのケリー・ガリソンです。21歳の奥様選手、オクラホマ大学の学生。この選手の上がり技にちょっと注目してください。おっとひねった、はい、深いひねりで上がりましたね。抱え込みですけれども、はい、素晴らしいですね。個人総合は16位でした。持ち点は 9.787 で8人中8位。ナショナルチーム8年目のベテランです。ここですね、まあ、ちょっと見栄えはしないんですけれども、まあ、片手での方法といいますか、まあ、ちょっと速報も入ってるんですけれども、まあ、一応審議申請で C の加点のある技として評価されました。そうですか、はい、ちょっとぶれます。側転からの伸身宙返りですね。アメリカ団体は4位でした。アメリカの選手はやはりこの韓国のソウルの舞台非常に人気を持っています。抱え込んでダブル、ちょっと左足で詰まりました、ね、ちょっと前ですね。しかし素晴らしい内容ですよ、はい、まあ、ただでさえ宙返りで上がるとこ一回ひねってるひねってるわけですね、はい、まあ、何人かは世界で出しているんですけれども、まあ、種目別で見るのは初めてですね。アメリカは今回団体4位、世界選手権の時に比べますと非常にレベルアップしました。では最後の抱え込んでの後方2回宙返りより 1.86 人、この時点で、ガリソンは